どこの山行ったのかなって、まあ、あっちは景色を喜んでください。駐車場だっけ、何があったっけ。駐車場を広げるのかな。あれ駐車場だったっけ、ここ覚えてね。どうした、あと何回もそんなにミラクスを行く、これで伝わるよなと思って。多分変なこと言ってくる人がいたら、まあ、スルスルか説明してあげてもいいじゃん。ここに何があったか思い出せない。こうトイレあったじゃん。じゃあ駐車場か。あ、違う、なんかあの建物だよね。ね、何宿屋があった。何ができるんだろう。うん、博物館みたいなやつあったじゃん。書いてあるよな。書いてないから。客室24、地上5階だよ。じゃあここに何か旅館できるんだ、また。うん、そうだから本当。すごいね、この渋滞ね。大丈夫？ん？何が？いや、渋滞。あ、別に。すげえな。うん、俺は別にいいけど、もうケツが痛い。いいよ、今日あそこの長尾のところで上がって終わりにしようか。うん、もともと俺丸竹丸々は登る気しないし。いや、ルート的にそういうルートになっちゃうんだ。うん、だからちょっと分かんない、向こう行って地図開けないと。ちょっと登ってみたいけどね、ちょっと。ちょっとね、あの先がどうなってんのか気になるんだよ。ただ時間が時間だからちょっと厳しいかもしれないけど。この辺の杉ってパワースポットだからさ、何もしなくても勝手にこうパワースポットをちょっとだけ浴びてるようなもんだよ。まあ、本当はあの中に入んないとあんま意味ないんだけど、うん、ちょっとおこぼれぐらいあんで。これ侵入してるもんね、すでに。ほら、まあ、まあ人んちでしょうね、漏れなく。人んちに侵入して U ターンしようとしてる車のぐらいの認識しかなかった。渋滞してるのによくあんな無謀なところでするなって。しかも勝手に切りやがってちょっと意味が分からない。
おめえが勝手にやったことなのに、うん、無理だと思って。だからこっちが邪魔してるとかだったら切れられてもいいけど、何もしないからね、うん、単に渋滞で信号待ちでずっと動けないで待ってただけだから、意味がわからんね。左側に抜ける道があってそれを塞いでって切れられるならまあわかるけど、なんでもないからね。自分が言うとできなくて、この車が邪魔だからどけって煽ってくるってやべえよ、うん、よっぽど、親もそういう風に育てたからそういうバカな子供に育ったんじゃないの。多分日本人じゃないと思うけど、日本人じゃないでしょ。だから日本語で言ってないじゃん、あれ全然。何言ってるか分かんなかった。なんか切れ気味なのか、もともと国柄的にそういう顔で切れてるのか知らんけど、まあどうでもいいや。大丈夫、あいつどうせ事故って死ぬ近いうち。こんな神聖な神域でああいうことするやつはっていうか、あの煽ってる時点でもありえねえけど、あの煽ってるとかエンジン吹かしてる時点で、うん、ベン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 とかさ、空回りでもしたのか、うん、何やってんのって思って、やばい、うん、その時点でも威嚇してるって俺思ってるけど、いやもう威嚇、私は何かあったらすごく恐怖を覚えて怖かったですっていう、うん、なんかされるんじゃないかと思いました。最近そういう車多いんで、うん、で挙句うちの犬が一番怖がってずっと震えてたんですけど、どうせ車がこの時期しようね死ねっていう、本当に震えてたよ、怖がってたよ。私が吹かした音にびっくりしたから、多分ポポも一緒になってびっくりになって余計に怖くなっちゃったんでしょうね。どこなんかパーティーってどこ行っちゃってる。何があの車いやだから渋滞から抜けるからもう戻ってたんでしょ、あっちに。うん、何を言ってんのか知らないけど、うん、知らないけど、あ踏み上みたいになんか切れ散らかしてなんか言おうとして去ってったけど、うん、もう呆れ気もならんかったあげないけどさ怖いからいやダメだよ、こんな状態で急にバックなんかされたらびっくり鳴らされるよ後ろ車に。っていうか、うん、普通に考えて、うん、こいつ何バックしてんのってさすがに言われちゃうよ、うん、勝手に入ったのお前なのに、うん、なんでそこまで俺譲る精神持たなくちゃいけないの。ない、全く、うん、100歩譲ってもいい。そうか、まあ、100歩譲ってもちょっと考えてもいいかなって思うのはすごく下手になんか言ってきてくれるんだったらちょっと考えるけど、下がれそうだったら、うん、でもやっぱバックは危ないから無理かな。これどうしよっかな、長尾峠行って帰るかな。あ、また足の子ゾーンで。それでもいい。なんだっけ、足の子ってどこ。足の子じゃねえや、あの山口湖。川口湖。あ、川口湖か、周り。川口湖に行くってこと。うん、あそこ。だってこれ混んでるでしょ。いや、まあ混んでんだろうね。うん、帰りも川口湖で散歩するか。うん、この混んでるんであればね。まあ混んでそうだ。あ、ほら見て、富士山綺麗だよ。さっきよりもてっぺん見えてる。本当だ、まあいいや。この子が出れねえんだ、たぶん。生き残る。僕たちはそんな人間じゃないから大丈夫ですよ。ムカつく運転するやつにはムカつく切れるけど。ここでイライラするんだったら来ない方がいいと思う。ほん、いや、てかもう免許返納した方がいいよ。うん。日本ってある意味渋滞大国だよね、ある種。中国まで行かないけど。この渋滞のせいなんかもうここのコンビニがすごいガラガラなのが笑える。おばあさん逆走みたいに来ました。右に曲がりました。もう耐えられねえ。まあ行けるっちゃ行けるけどね、あっちも。うん、行け。なんかこの山道、うん、うんだらすんだらって出てくる車いないですよね。危ねえけど。まあいいや、ここで停止してるのが一番いいんだ。出てくる車もいるだろうし、まあそもそも塞がないでって書いてあるからね。うん、あの車がもう一台分進めたら行けばいい。右から行くか。長尾行くんだし、あのルートね。ああ初めて行くんだよね、あのルート。まあ、まだちょっと早いけど、うん、ここから行くにはちょっとまず危ない、うん、もうちょっとギリギリまで行かないと、うん、はい、どうぞ。もう一組来るかな。うん、これでも行っちゃおうかな。うん、もう来ないでしょ、人。多分大丈夫だよ、前進むし。いきなりあの人たちもバックしてもらうけど大丈夫。いや、
これまだちょっと逆走みたいになんか危ないよまだ、うん、あと 2,3 台分ぐらい前じゃないとおすすめしない